そりゃちょっとは怖いけどさ。この辺りが臭いな。油断するんじゃねえぞ。魔女の気配を感じるわ。気をつけて、要さん。私なりにいろいろと決まりそうだ。魔法少女になれたらそれで願い事は。契約は契約なんだから、物はついでと思っておこうよ。大変だよ、怪我もするし遊んだりしてるし。そして大丈夫かな。出たわね。あんた。
ケミさん、ホムラでいいわ。ホムラちゃん、私どうすればいいのか。どれどれ。一人で買い物か。もう二度と他人のために魔法を使ったり勝手な願い事をしたせいで結局誰もが不幸になった。初めてなんだよ、あいつの本音を見抜けないなんて。情けねえよな、自分の娘だってのに。今日は速攻で片付けるわよ。まいったな、まだまだちゃんと先輩ぶってなきゃいけないのにな。魔力の波動を感じるわ。まだ少し遠いかしら。この辺りが臭いな。油断するんじゃねえぞ。この辺りだと思う。もう少し探してみよう。気のせい？みんなに知らせなきゃ。そばを離れるんじゃねえぞ。なめんなよ、この仕事はね、誰にだって務まるもんじゃない。でも、もし私が魔法少女になれば。ただの気まぐれで魔法少女になろうとするんなら
そんなの私が許さない。命を危険にさらすってのはな、そうするしか他に仕方ないやつだけがやることさ。そしてなのかな。なんだ、ではない。